はい、どうもこんにちは。ヤンコ大戦争攻略ブログの攻略班です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回の、実況動画はですね、秋田運動会を星に、騎馬戦で見る本性、こちらの、実況解説したいと思います。メンバーはこんな感じです。これはこのメンバー、今回のメンバーはね、秋田運動会全部統一のメンバーで十分勝てましたんで、これでやってます。壁4枚、中に暗黒にゃんこいて、抜き足、天空、キング、猫、ドラゴン、ジャラミ、バルキリー、ムーとなってます。では早速スタートしていきましょう。うん、思ったよりこれあっさり、クリアできたんですけども、最初やった時ね、なんだっけな、狂乱にゃんこ、5体ぐらいで、この星にも全部クリアしようかなと思って、ここできなかったんですよ。で、なんでできなかったかっていうと、この豚線ワンコのそのこの結構塊と大量に出てくる塊と、あのアリクイの師匠、これが超遠距離で、なかなか攻撃当たらないと、でじわりじわり押されて負ける感じ、だったんで、このステージはね、ムーと言いますね。ムートで、解決しました。最初やった時、あ、これ結構クラスが大変だなと思ったんですけど、ムートのね、いつもの戦略、壁で必死にムートでっていう戦略が、十分通用したんで、これで一気に倒せるんです、ムートのね。で、結構この、ルタセニアコの遠距離攻撃がムートに当たるんですよね、当たったね。当たるから、結構厄介な風船なんだけど、その前にムートで大体ね、一気にできるんで、もしこれが、なかなかこの豚戦にゃんこにも師匠にも攻撃当たらないんだったら、このステージは結構きついかなっていう、感じでしたね。でも、ムートの攻撃が当たるからね、眉毛取りもだったし。だから当たんなくて倒せないから、お金たまんないんだよ。だからすごい苦戦するなぁと思ったんですけども、思ったより苦戦しなかったですね。まあ攻略はこんな感じです。以上です。豚戦にゃんこを蹴散らせば、あとは師匠に届くんで、あとは。昔あったなんだろう、冷凍マグロ先生にちょっと似てたんですけど、ね、もう、こっちのにゃんこもかなりね、強くなってるんで、全然大したことないですね。以上です。解説はね。まとめると、なんだ、壁作って、ムートで守る。これも戦略に、これに限らんすね。あと、やっぱり、向き足猫、あれだね、使えるよね、やっぱり。お金ないときいいんですよね、これね。壁と、この向き足猫でじわりじわり傷つくっていう、これがやっぱ大きいんで。もうちょっと月、なんだっけ、月のイベントもうちょっとね、強くしてほしいなっていうのはありますね。ちょっと、物足りてない感がありますよね。レジェンドの、ね、極悪ステージとか、狂乱ステージが比べても、ちょっと、やっぱ物足りないもんね。めちゃめちゃ難しくなりすぎてるよね、あれね。だから、にゃんこやりたての人がレジェンドやったらもう必ず詰まるよね、あそこは。ある程度、本当だ、第3形態必要なんで、きついかな。第3形態必須になりますので、ぜひ頑張ってください。はい、ということで、クリアできました。はい、今回も、動画を見ていただきありがとうございました。また、動画どんどん更新していきますので、よろしくお願いします。